王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。イグニス喜ぶな。あれ、ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と実践員。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。
あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？金がなくて困ってる。稼げる仕事はねえか？ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。期待されてんな。いいとこ見せようぜ、おじ。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。エイグネス、もう行くぞ。すぐ行く。危ねえだろ。悪かったって。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。手早く済ませよう。あうんの呼吸ってやつか。よし、次の地点へ。もこいつらだ。ガンガン行こう。あれ、ノクト、気づかれた。いや、戦い慣れてきた。まあな。やば。ほら、ノクトがいると楽できる。ノクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。回復しろ。やったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、
着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。見てみる。シドニーから何だって。デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか。え、すぐ近くの小屋にいるらしい。気をつけろ、来るぞ。これ囲まれたらやばそうだね。油断するとやられるぞ。いい感じだ。もらったな。てめえ、とどめ。余裕で相手ができそうだな。悪い。行くぞ。うん。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。鋼鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえ。よっ、はっ、ウロンの誕生で。一体誰を狙ってる。悪い、くらえ。その調子だ、ノクト。あ、これくらいなら大丈夫そうだ。ああ、だな。くっそ、早くて当たんないんですけど。よっ、パパパパン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 パパン。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ、おい大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、
近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか？放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。敵の後ろを狙え。あれ、食材になるんだって。お、聞き捨てならねえな。任せろ。冗談はそこまでだ。強敵だぞ。うそ、また休んでしまいな。調子が。しつこい奴は嫌われるぜ。おい、大丈夫か？なんとか。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。
あ、よし、着いた。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ減っ。
壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって目してたから。大事。な車だ。大切に乗ろう。そうだな。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。だいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ！おー、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ。さあ、こっからだぜ。はい、でっ、はっ、
じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。なんで攻撃してくんの。笑えない冗談はよせ。さて次の運転役だが、ずっとイグニスでいいんじゃない。だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。さあ、乗れ。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ。あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。いいな。そうだね。イグニス、店行く？そうだな。買い出しもしておくか。いらっしゃいませ。今日はどうするんだ。俺が知ってるのは、ここから選んでくれ。してるんだ。よろしく頼む。
準備は万全にな。ノクト、あれ一緒に見ない？なんだ？肉は何を使っているんだろうな。乗ってりゃ何でもいいけど。また来たのか。何か食ってくか。ああ、いいぞ。任せてくれ。いただきます。腹は満たせたみたいだな。工場に入ってるのオートのやつか。蒸し暑いな。だな。待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？はいはい、やります。元気いいな。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。いや、やっぱ自信ないわ。そうか。なら、俺が引き受けよう。品を選んでくれ。ほら、受け取ってくれ。また寄ってくれ。Thank you.
美人だよなシドニー。あの小さな。準備はできているか。あ、行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃ、そん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや、待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺、車考える。イクニス？すまない。気分転換にはなるな。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。
意外って何？意外っての魚料理、もう一度食べに行きたいな。お、ああ、爺さんの指令か。さすがだな。今日はどうするんだ。標的たちだ。油断するなよ。工場に入ってるのオートのやつか。そろそろ行くか。エグネス、もう行くぞ。すぐ行く。ジャケット脱いだらどうだ。前を見ろ。悪かったって。じゃ、暴れるか。いいな、付き合うぞ。俺も見直したぜ、ノクト。あ、どうだノクト。分かってる。どうよ。ほら、よし。よし、完璧。
休憩しない？行こう。ノクト、来ねえのか？修理も燃料もバッチリです。これでようやく出発ですね。夜までに向こう。飯ちゃんと食ってるか？ご苦労さん。ここら辺のことなら聞いてくれ。気に入ったならまた来てくれ。あ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？どうする？好きな色を選んでね。次はインテリアカラーを選んでね。ホイールカラーはどうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？何色にする？好きな色を選んでね。何色にする？これでいい？きっちり仕上げるからね。お待たせ、完成したよ。調子は？蒸し暑いな。そうだな。
準備はできているか。あ、よし、行くか。ちった休もうぜ。もう夕方か。今日もいろいろありましたな。さっさと先に行こうぜ。ライトをつけるぞ。おう。店入ろうぜ。ああ、そうだな。来ないのか？お、ああ、じいさんの指令だ。さすがだな。
今日はどうするんだ。こいつらには迷惑してるんだ。ああ、飯ちゃんと食ってるか。ここら辺のことなら聞いてくれ。標的たちだ。腹が減ったら戻ってきな。工場に入ってるのオートのやつか。ああ、夜のドライブは危険だ。また出直そう。あ、休憩するか。いつもドームです。ありがとうございました。ダムです。面白いことでも乗ってたか。いろんなの置いてるな。面白いもんねえかな。オートから持参したもので十分だぞ。ノクト、本当に大丈夫か。かなり暗いぞ。これくらい問題ねえって。イグニスは休んでてくれ。
今の何何？あれは死骸か？え、なんで？なんだか知らねえが関わりたくねえな。さっさと行くぞ。ヤバそうな気がする。行くぞ。よし、行くか。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か？ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし、持ってってあげようよ。
君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか、手間をかけたな。うん、また集まってしまったか。あの荷物、なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ。普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら俺のところに届けてくれないか。あ、まあ分かった。話によるとこの近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。ドッグタグか。遺族の思いを考えれば回収してやりたいが。そうだね、確かに。情報屋にでも行ってみるか。ベルダシオ協会よりお知らせです。鳥か。かわいいねこれ。Thank you.
この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。クローズネストにようこそ。食べていかれますか？
ご注文をどうぞ。手ごわい奴らばかりですよ。頑張ってくださいね。こいつですね。助かります。ご無理はなさらずに。うまそうな匂いだな。夜のドライブは危険だ。また出直そう。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。行くぞ。行こうか。ここで降りるぞ。うん。危ねえだろ。悪かったって。ナイスグラディオ。今日も
許せ。それノクト、左方向に行った。分かった。さてどうする。危ねえだろ。悪かったって。式の後は王都にお連れするの？ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おお、しかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境？別に。な、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。
行くぞ。よし、行くか。死骸。死ねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。あ、ねえミエ、まず晩飯を食べないとな。全く風景が違うな。オートと？ああ、うん、違うね。野獣もし違いもいるし。あぶ、
準備はできているか。あ、止めてくれ。分かった。ここからどうすんの？今度は何？確かこっちに。囲まれたらヤバそうだね。泣き言言うなよ。俺だってやるときはやるよ。調子いいじゃねえか。まあな。エグニス遅れるなよ。よし、完璧。気をつけて。ホッコ、うまいことやるじゃねえか。さて、いい感じだ。当然。先を急ごう。おう。準備はできているか。あ、行こうか。ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。見つけてきてくれたんだな。いや、ただ拾っただけだし。あまり暗く考えないようにな。
そうは言っても難しいか。俺もついいろいろと考えてしまうよ。これを回収する意味は重くて大きい。だがそれで手を止めてしまったら回収できない分が増えてしまうんだ。それもまた苦しいからね。ああそうだな。ハンターたちにもそう教えている。見つけたら積極的に回収してくれとね。いや、今日はどこへ向かうんだ。危ねえだろ。悪かったって。少し早めに終わらせたかったな。
ノクト、あれ見てみねえか。毎度どうも。またどうぞ。お前だ、窓受け見ちまったよ。おいな、あいつら。いらっしゃいませ。ご無事のようですね。お伺いしますよ。ありがとうございます。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。あっつ。ジャケット脱いだらどうだ。密かに行くぞ。俺今日調子いい。本当だろう。それ見直したぜ、ノクト。あ、行こうぜ。
天気だな。そうだな。よし、着いた。今日は野宿ってことで。この旅ってさ、普通の車じゃ厳しかったよね。ああ、特に長時間乗るってとな。乗り心地も広さもさすが王族仕様だ。ああ、別に普通でもよかったけど。なんで？いかにも王子ご一行だろ。ああ、目立つか。いいんじゃないか。なんせうちの王子は知名度が低いだな。ちった噂になっとけ。そういうの嫌なんだけど。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。
ああ
休むか。うん。夜になれば死骸が出るのがここでは普通のことなんだな。うん。当たり前みてえに出てきやがる。買い物し放題。謳歌してるよなお前らは。この辺で寝たら確実に食われるね。結構死にかけるぞ。食われないよう気をつけてくれ。いらっしゃいませ。何にいたします？腕に自信はありますか？頑張ってくださいね。よろしくお願いします。ハンマーヘッドの天才騎士、俺あるの？行こうぜ。行こうか。行こう。先行こうぜ。この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。
いらっしゃいませ。お疲れ様です。格が上がりましたね。食べていかれますか？手ごわい奴らばかりですよ。こいつですね。頑張ってくださいね。ご無理はなさらずに。うまそうな匂いだな。いらっしゃい。今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。